坂上ルート、日野ポンチョ朝日が丘、小泉ルート、エアロミディエス気境バスとは、岐阜県田治見市が東濃鉄道と東鉄タクシーに委託して運行しているコミュニティバスである。名称は田治見市の花である気境に由来する、織部観光ルート、コースター先山ルート、ポンチョ宝町ルート、ポンチョ織部観光ルートのみ、東鉄タクシーが担当。それ以外は、 東能鉄道が担当する。詳細なルートは、気業バスの公式サイトを参照。2013年4月15日から2014年9月30日までは、以下のルートが運行されていた。2013年4月14日までは、以下のルートが運行されていた。毎日運行の坂上ルートは青、先山ルートは、ピンク、宝町ルートは、 オレンジ色のそれぞれ専用の塗装が施された日のポンチョが使用される。各車両に多治見市マスコットキャラクターウナがッパが描いてある。予備車は日のポンチョで一大洋食の車両がある。オリ部観光ルートは東鉄タクシーの日のリエッセが使用される。100円または200円で乗車できる。また東濃鉄道のバスで多治見駅前多治見駅。 北口バス停で、降車時に運転手に、帰郷バスに乗り継ぐことを告げると、乗り継ぎ券がもらえ、100円分乗ることができる。一部の指定されたバス停と、その他のバス停をまたがって乗車した場合に200円となる。指定されたバス停は、帰郷バスの公式サイトを参照。ありがとうございます。